見、取り扱い注意、18禁カレー。警告、必読もたむ。決して一人では食べないでください。18歳未満も食べないでください。高血圧、胃腸の弱い方、体調不良、空腹時、高齢者の方は、絶対に食べないでください。辛さに弱い方はもちろん、中途半端に強い方も、食べないでください。緊急事態を想定して、携帯電話を携帯してください。万一、目に入った場合には、大量の水で洗い流してください。異常を感じたら、医師にご相談ください。警告を無視して食べられる方は、大量の水、または入飲料、胃腸薬を用意して、食事を楽しんでください。日本一高級なカレーライス、東京銀座の資生堂パーラーレストランにて、伊勢海老とアワビのカレーライス、そのお値段が1万円。最終調理と盛り付けは目の前で行われ、伊勢海老とアワビの乗るフライパンにブランデーを流し込み、フランベファイヤー。後からこっそりカレーが登場。もはやこれはカレーライスというメニューなのか。フルーツカレー。カレーが食べたい、スイーツも食べたい。そんなわがままを叶えたカレー。でも、ワンプレートにしなくてもいいのでは。アイスクリームカレー。辛くて熱いカレーに甘くて冷たいアイスクリーム。気持ちはわかるけど、だからなぜ、ワンプレートにした。いちごカレー。ライスの周りにいちごがぐるり。ルーにもいちごが混ぜ込まれていて、スパイスの辛さと、いちごの甘酸っぱさが意外にうまい。不思議なカレー。ピンクカレー。ホワイトシーフードカレーに、ビーツを加え、ピンクにしています。ビーツとは、真っ赤な野菜です。ホワイトカレー。牛乳で仕上げるので、白いカレーになる。一口目はシチューのような、後から、カレー特有のスパイスを感じることができる。不思議なカレー。